皆さん毎度、ドラムステーション工事村上です。今回ご紹介するのは、カノプス、エリスアイランドというところの、あのブランド名から出てますけども、カノプスさんでご用意した、こちらがですね、刃のグルーブキットと申します。これはですね、スネア、タムが10と12のタム、そして16のフロア、22インチのバスドラム、この5点でなんとですね15万ぐらいです。めっちゃ安いです。カノプスのドラムセットって言うと、あのかなり高額で、でも素晴らしい音がするというので、有名ではありますけども、こちらの方は、要は海外で、シェルを製造して、そしてあとラグをですね、あのちょっと、お安く、なるような、ラグ、要はキャストラグって言いますけども、こちらの方に変えまして、それで、値段の方を抑えて、でも、こちら実は日本に持ち込んで、それで最終的な仕上げだったり組み込みをしています。ですから、あのサウンドはもう完璧です。でこのシェル材のバーチなんですけども、バーチという材は、その昔から例えばソナーのライトシリーズとか、ヤマハの YD9000 レコーディングカスタムですね、このシリーズとか、あとはあのパールの、バーチ、バーチフレーバーブルースフレーバーっていう、セットとかですね、もう昔からその特にレコーディング、あとは、歌物に関してすごくあの定評のある材質です。このバーチ材を特徴としては、やっぱりあのいい意味で中低域がすごくしっかりと出てくれるところにあります。だから落ち着いた音で、要はサウンド、楽曲の中のサウンドの中でもすごくあのすごい落ち着いたところでしっかり出てくれる感じがあります。皆さんいかがでしたでしょうか。この安定したバーチサウンド、これはですね、やっぱりその音の落ち着き安定感が非常にあるので、レコーディングスタジオはもちろん、あのリハーサルスタジオなんかで、あの非常にあのバンドの中のアンサンブルの中でしっかりと落ち着いたサウンドが出るのでいいと思います。あとそれと、クラブやサークル活動の部室のドラムセット、これにも非常に効果を発揮すると思いますので、あのぜひぜひご導入をお願いいたします。